まあいろいろやってみまして、キャプチャー画面だけね、向こう向きです、しょうがないよ。こいつ今 HDMI の表示が出てないでしょ。こいつをここをあり、これ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 、ここをありにしないと出てこないんです。ただありにするとカメラ本体のモニターが切れるということ。この HDMI 機器制御、これどうなんだろうな、入れても入れなくても変わんないみたいなんだな。あと出力設定、これはいらないね、こんなの何もいじってないんだ。出力解像度オート、これオートでいいです。2160にすると確かなくなっちゃう。これを2160にしちゃうと、あれ切れてない、出てる、あれ出てるねあれいいのか2160で。戻すよ。こっちの解像度はオートなんだな。でこっちの、あ、そうかそうか、これムービーの解像度だ。ムービーの解像度を2160にしておく。できるのかな、わからない、やったことない。こっちはオートにしておかないと2160にすると多分切れちゃう。今切れちゃったでしょ、大きな切ったね。でこうするとモニターだけついてるんです。モニターだけって本体のモニターがついてます。これはダメと。これはオートにするとこっち戻ってくる、戻ってきた。ムービーの時に出力されるかどうかチェックしてみましょうかね。ね、ねねねねね、はい、よいしょ。でなんと、はい、これね、いちいちこれやんなきゃダメなんだよ。入ったでしょ、入りました。これでムービー録画始めた時にこのキャプチャー画面に出るかどうか録画してみるね。キャプチャー画面の方で、 iPhone の方で録画入れてみます。せーの、パチン。あ、来てる、あ、切れた、切れましたね。やはりそうすると本体のモニターがオンになりました。ストップします。ストップ。そうするとこっちのモニター、こっちのモニター、 iPhone の方に、キャプチャー画面の方に映り込みます。だからこれはダメと。やはりこれもダメ。ちょ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 、ピコ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 、これね、すごくたくさんあるからさ、この出力設定もオートにしといた方がいいですね。うん、これでいいでしょ。こうすれば、こうすれば元の状態に戻ると。お分かり、お分かり、カリカリ。ではちょっと離してちょっと離して、こっち向けて撮ってみましょう。ペコン、ジュースティック、ジュースティック、スティックが言えない。今度は左回り。今はこれジョイスティックの速度をゆっくりにしてますから、こんなもんですよ。ピロリンピロリン、注意してさ、ピロリンピロリン。お、来てるね、来てるね、フォーカス来てるね。うん、今はこいつはマニュアルでやってるから
イソがオートになってるな。映ってるよね。顔明るく映ってるよね。なら OK だ。OK。で、録画入れてみますね。スタート。今ほら、フォーカスマッピングっていうのを入れてるから、こうなります。で、フォーカスマッピングを切る。あ、またこれスイッチ入ったままになってる。やだな、ほんと。ああ、バッテリー切れちゃったかもしれないね、これ。これダメなんだよ、ほんと、このスイッチ。入りっぱなしになってると、これダメだよな。ほら、来ない。バッテリー切れだよ、これ。ほんとダメなんだよこのスイッチがさ、入っちゃうんだよスイッチ、こう入れたり出したりするうちに、全然ダメだ。ダメだ。このボタンに設定したらね、 C1 でこんなんやろ。スイッチオン。はい、こい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 、ダメか、バッテリー切れだ。なんかの拍子にちょっとね、こうやって突っ込むでしょ、その時にスイッチが入っちゃう。そうすると、こんな調子。あ、動いた、動いた動いた、来た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 、繋がりました。まだ少し残ってたんだね。ただこれで切りますね。 C1 ポン。あれ、あ、そうか、今これそうなんだ、厄介なんだよな。今フォトモードで接続してるから、フォトモードのあれが出ちゃう、動くわけだ。それでやると、あれ、もう切れてるのかな。あ、切れちゃってる。これも接続できるじゃん。いや、来た。このレックボタンにフォーカスエリアのチェンジを入れてます。今ワイド、ワイドだから端っこ来てね、顔に来てる。まあいいか、フォーカスも入れてし、入れっぱなしで。フォトモードの C1 ボタンは確か何だったかな。変わんないよね。変わんない。忘れました。だからムービーモードにしておいて、つなぐと、これが生きてきますので、フォーカスマッピングをスイッチオンオフできるんです。いや、入れっぱなしでいいや。今フォーカスしてるから、入れるでしょ。いいことにしてください。前と全然違うの分かるかな、フォーカスの効き方が。違うんですよ、カメラ本体の設定を変えてやったら。まあいいや、はい、ストップ。ストップしますよ。